ドラゴンクエドラゴンクエスト8縛り実況実況者のエテです。よろしくお願いします。ドラゴンクエスト8です。今日はね、とりあえず、ラップゾーンの大きい方、ラスボスですね。一応もう次がラスボスということで、オーブはね、全部揃ったのでね、これをレティスのところに持って行き挑むわけなんですが、まあ勝てないと思う勝てないと思うわ今回は。なんでね、とりあえず、まあ下見というか、まあどんなもん、手応え、手応えを今回は確かめに行こうと思う。まあそれ次第でね、それ次第でどう対策打つかなんだけど、まあいろいろとね、いろいろと考えた結果、レベル上げるのはもちろんなんだけど、まあ最終的にはね、買えないし拾わないってのはもう確定なので、確定事項なので、これはまあそれ以外にできることといえば、もうモンスターからのドロップ品を粘る。まあそうなるとね、もう攻略サイトガンガン見ることになるけれども、もうそこのところはもうね、グレーゾーンということでね、決してね、オーブ集めるときね、ドラゴンクエスト8、オーブスペース場所みたいな感じで検索してないんでね、まあそういうところはね、グレーゾーンということで、よろしくお願いします。はい、では行きますか多分ね、勝てん。今日は勝てない。2回喋る人たち、祈りましょう。ただ傷つけ合うばかりでなく、祈りで開ける道もあるのです。長い。よし。さあ、運びたまえ。世界に散らばったオーブをすべて集めてきたのですね。はい。私もこの世界での探し物をようやく見つけ出し、先ほどここに戻ったばかり。さあ、私が見つけてきたこの世界の最後の希望をあなたたちの手に託しましょう。装備くれ。なんか。装備？我がトロデン国の秘宝の杖、いかんぞその杖を手にしてはならんのじゃ。心配はいりません。暗黒神ラプソンの魂はすでにこの杖には宿っていません。そればかりか今、この杖の中には7人の賢者たちの魂が眠っているのです。それより、この杖の名は長い時の間にいつの間にか失われてしまったようですね。この杖はかつて私がこの世界の人間に作り方を授け、七賢者が作り上げたものです。その名は、七賢者の杖です。彼らはこの杖のことをこう呼んでいました。神鳥の杖と。闇の結界を取り払うためにあなたたちはこの神鳥の杖を手に取り、暗黒神に立ち向かうのです。私があなたたちを背に乗せて暗黒神の元に運びます。暗黒神はきっと激しく攻撃してくるでしょう。しかしあなたたちはその攻撃に耐えながら杖に向かってひたすらに祈るのです。4人全員が折れた時、賢者の魂は一つ折れたじゃないわ折れたじゃないわ、祈れた時ね、また一つとオーブに宿り行き、救いの手を差し伸べるでしょう。さあ、私の話は以上です。暗黒神のもとですべきことは
余さず理解できましたね。はい。ならば暗黒神ラプソンのもとへ急ぎましょう。すぐ行きますね。はい。回復してくれたけど特に意味はないね。では行きましょう。さあこの杖をその手に。回復とかいいからさ、なんか装備とかさ、魔法の聖水とかさ、世界樹の雫とかさ、そういうさ、ものをさくれよ。回復とかどうでもいいから、物品で示してくれ、頼む。本当に雫は一つだけあります。今回は使わないけどね。勝てそうだったら使うけどね。勝てそうだったらね。あ、もう早速？うわ！うわ！もう始まっちゃった！やっべえ！始まっちゃった！ちょっと待って、確か、これを使うんだっけ？これ使ったらいいのか？祈るんだよね、まずは。祈りを捧げたとき、道は開かれん。祈れ。もうでも今祈ってるから、今その画面越しにね、あのめっちゃ祈ってるから、一緒に行って。はい、ちょっとやる気出てきたわ。やる気出てきた。とりあえずなんか1個復活したね。1個復活しました。だけどもちょっと待って、このまま祈り続けても自利品になるだけじゃないか。それだったら、一回さ、今何打った、あいつ何打った、魔法打ったか、マジックバリアで得ては祈る。祈り担当な、お前祈り担当な。でククールベホマラヤンガスも祈り担当な。多分こういうことだよね。固めつつ、まあ、マジックバリア入ったから、即死することはないと思うけども、通常攻撃が誰に飛んでくるかによっては、話は変わってくる。で、またマジックバリア溶かされるし、もう一回来る。おー、二回行動耐えた。もうククール、もうダメじゃん。ずっとこれベホマラ打たんと、結構まずいかもしれない。どういうこと？ちょっと待って、呪文、マジックバリア、道具、もしかして全員いっぺんに乗らなきゃ意味ない？4回で1とか、そう、4で1じゃないのこれ。これベホマラやっといた方がいいよな。ベホマラ祈る担当、これで復活しなかったらちょっとまずいことになる。で素早さが、ちょ笑ってて、おお、ナイス、ありがとう、マジでありがとう。
これで4。マジかマジかマジか。じゃあもうここに乗るわ、全員で。みんなで乗ろう、仲良く仲良くね。はい。こんなこんなシステムだったっけ、ラスボスって。いてはは、まあいいわいいわ、いてははいい。こんなんしてる間にさ、何系の、何なんのそれは。物理でいいのそれ。2人目、ちょゼシカがやばい。このターンはってことは回復に勤しむ。マジックバリア、呪文、ベホーマーをゼシカ、呪文、スクルト、ウッドク。攻撃は意味ないんだよね、今やっても。ジェヤンガス、どないする、お前祈っとく単体で。ためよ。あー、意味ないわ、いてはされるわ、意味なかった。あー、終わった。いや、まだけど、笑うターンがあるから、笑うターンが結構あるんで、まだ大丈夫、まだ大丈夫。防御でザオリク、この15がでかい。防御、いや、これは先に動いてくれてありがたい。これで確実に復活、刺すことができる。あ、けど貯めるはありかもしれない。イテハを打たせるっていう意味ではありかもしれんな、このターン。あー、ちょっと無理やりにでも、ちょ祈っていこう、焦り目でいこう。ちょっとヤンガスの HP が気になるけど、ヤンガスなら大丈夫。大丈夫か、大丈夫なんか。笑ってくれ、もう微笑んで。痛えって。あ、これでまあ3人目、とりあえず3人目。オッケー、どうしよう。この場合は先に動かしたいんだけど、ピオリム打つか。ピオリム、ベホマヤンガス、ベホマヤンガス、ベホマラー、防御。おー、強強強強強。あー、誰に。あー、オッケー、ククールなら問題ない。ドラゴンローブ余裕です。余裕なのかそれは。70は。ヤンガス、ヤンガス、ヤンガス、さあ、このターン。ゼシカがちょっと厳しいな。マジックバリア。
ベホマ、ベホマ、いや、マラ、ベホマ、ベホマラーだな。いやー、MP が、MP がちょっと。こうだ。笑ってくれ、不気味に微笑むして、これが一番嫌。100防御無視かな、この攻撃、この攻撃防御無視かな。200ならなんとかならんか、なんとかなる、なんとかして、なんとかしてくれ、頼む。さすがにこれさ、ほんと体勢整えるのも大事なんだけど、それしてたらマジで MP がなくなる。 MP が足りん。もうククエルの MP が100切ったら負けって感じでいいな。賢者復活する前に、いやー、同じのに2回来るのは、それは、なしにしてくれ。それはなしだろ。足りないじゃん、これじゃ。賢者のコンが足りないもん。マジックバリア、ザオリク。ホイミ、ホイミ、ホイミ。諦めちゃいけない、諦めちゃいけないよ。まだ笑う乱数、笑う乱数また来るから、それがいつ来るかっていうこと。オッケーオッケー、ナイスホイミ、ナイスホイミ。んーで、ここベホマラーしないとまずい。マジックバリアは常にかける。うーん、ベホマヤンガスにして、ベホマラー打って、で防御。早いんだよね、妙に早いよね。動けるデブだね。あ、またこれ落ちるわ。これククール落ちたら終わるよ。いっく、あー、終わった。まだ。これちなみに攻撃無理なのかな。本当はどうなの、本当のところ。うわー、ここで来るの？それ効かないんだね、やっぱり。ベホマをククールで、ククールザオリクで、ヤンガスはタメルでイテハ、イテハ誘う、イテハを誘う。タメルしなくてもやってくれるね。今レティスが目パチッてした。レティスが目パチッてする。レティスが目パチッてする。凍える吹雪とか売ってくれねえか。なんだったら、お、なんかいい感じ、いい感じじゃない、これ祈る。これなんか祈れるタイミングじゃん、これ。どう考えても。これ祈り。まあ、イテハで一旦使ってくれるのはすごくありがたい。ああ、痛い。よし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 。よし
し。これ何人目？ 4 人目？ 4 人目か。これ案外いけんじゃねこれ。これ賢者さえさ、復活させれればさ、これいけんじゃねこれ。賢者だけにいけんじゃねって。これは爆笑だわ！はっはっは！すいません。ゼシカ、マジックバリア。マジックバリア。得て。防御。ザオリク、ベホマラ。防御。先に動く。ゼシカはやめてね！ゼシカなし。ゼシカ以外で。オッケーですけどー、そうよしこれで次のターン魔法来ても軽減できるし、あとはエテトゼシカ、ヤンガス、ベホマラーだな。ここはベホマラーで、マジックバリア、ピオリムにするか。ピオリム、ベホマも打っとく。一応ベホマ、ベホマラーじゃちょっと完全回復できない。ホイミも打とう。ダメだ、防御ちょっと意味ないわ。防御が、なんか弾飛んでくるやつ、防御無視してる気がする。あれ、それ以外通常攻撃らしきものもないし、そういった防御は いらない。これがちょっとよくわからんのだが、メテオ的なやつ、メテオ的なやつちょっとよくわからんけど、これでホイミして200あるね。いける、ここ逃すな。頼む、順番の乱数なんとか。あー、ちょ操作が思つかない。ちょっと待って、乱数調整。正面に来たとき、ここまさかの乱数調整成功してない。乱数調整なるものはない。そんなもの存在せん。いや、案外ね、ヨナズンがそんなに効かないっていうか、ククールがね、ヨナズン50ぐらいしか効かないっていうのがあるから、これいけそうだよね。正直5人目諦めるなよ、マジで。ここマジックバリア入れるでしょ。でベホマをヤンガスに打つ。で呪文でベホマラー打つ。うわー、もうダメだ。魔法の聖水ククール、いや、もうヤンガスに魔法の聖水全部渡せばよかった。あ、笑ってくれ、笑ってくれよお前。けどヤンガスベホマ行くでしょ、これ。ヤンガスにベホマ行くで、魔法の聖水32。うわー、ちょっとここ祈りたいけど、やられたら元も子もないんだよな。いや、攻めよう。ここは攻めなきゃいけない。ちょっと待って、けど170、イオナズンは、イオナズン一発だったら耐えれる。メテオ一発耐えれる。イオナズンとメテオ来たら無理。弾を飛ばしてくるのは一発分は耐えれるし、ここは行こう。祈れ。メラゾーマ忘れてた。よりによってそっち来る！
逃がし、やった。で、次のターン、とりあえずベホマゼシカのベホマラーで、魔法の聖水早めに使っておく。ベホマラーいらなくねえか、これ。このターン、ちょっと待って、ゼシカを防御する意味あるか。防御する意味ない、防御する意味ない。ピオリム、ベホマ、ベホマラーいるか、これ。いるのか。いるな、いる。ちょっともったいないかもしれないけど、いや、もったいなくないわ、全然。いや、もったいないかもしれない。ククル、完璧、完璧。ベホマ先撃て、スライスアップのベホマ。これマジックバリアよりピオリムかもしれない、ここは。まあ、イテハで結構毎ターン消されてしまうんだけど、あー、この後はちょっと無理だな。この後は回復だな。全部バカ、もうバカ、バカ、もうバカ。ピオリム、ベホマ、うわー、先動けんのか。ちょっと待って、先動けなかった時のことを考えてザオリク打ってしまうってのもありだな。ザオリク15でしょ、マラーが10でしょ。30、そうだな、ここは防御に出ては、そんな賭けはいけない、賭けはいけない。防御危ないね、ザオリク。今15損するとこだったよ、今完全に15の損失だったよ、今。サンキューな、サンキュー。これナズンでしょ、笑え、バカたれ、お前。それなしにしようや、マジで。それな、もうバカだけど、ここピオリム入ってんよな。ピオリム入ってるんよ、いてはなかったから。攻める、エテは攻める、ここ。けどククールがもしやられた時のことを考えると、ククールザオラル、まあ、さっきたまたまね、エテのザオラルでククール一発起き上がったけども、2回連続はさすがに無理だわ。ここは回復に回る。ちょっと待って、ゼシカピオリムでしょ、呪文ベホマをククール、ククールを呪文、もったいないけどベホマラーならいい。で、呪文なし、防御。これでククールが後に動いてくれればね、ありがたいんだけど、ピオリム2回入った場合はもう無理だね、うん、それは無理。頼む、ちょっと許してくれ。イテハオッケー、メラゾーマ誰に来る、ヤンガス、いや、オッケー、ククールオッケーでしょう。はい、来た、祈りチャンス。これ最後だよね、これ最後の第7次だよね、これ。第7次祈りチャンスだよね、これ。なんとかこれラストでしょ、ラスト祈りでしょ。バーカバーカバーカ、やってろ、お前、一応そうやって。やっとけ、マジ。来た。きっと。
急にさ攻撃のパターン変わって強くなるとかなしな。さすがにそういうのなしな。頼むで、マジ。